スピリッツドアラチャンネル。照明に火が灯りました。ナイトゲームが行われます。甲子園球場からお伝えしてまいります。セ・リーグ公式戦、阪神タイガース対中日ドラゴンズの17回戦です。解説は西俊久さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。西さん、まもなく試合が始まるわけですが、現役時代は西さんは試合前必ずやっていた何か準備というのはあるんですか？特にはないんですけども、やはりあのピッチャーの資料をよく見るということですかね。なるほどね。やはり準備万端に越したことはないということですよね。まずはタイガースの先発岩貞が甲子園のマウンドに上がります。相手がルーキーですから、当然負けるわけにはいかないというプライドがあるでしょう。さあまず1球目、アウトコース見送っています。落ちる球、ボール先行です。ボールになります。ストライクが入りません。これが4球目、ストレートを持ってきました。3ボール1ストライクです。さあ5球目は何か、打ちました。ここはフライになっています。中野抑えてワンアウト。バッターは2番に入っている加藤。ここのところ当たりが出ていません。岩貞、まずは先頭バッターを打ち取っています。マウンド上岩貞、そしてキャッチャーは坂本。このバッテリーをドラゴンズ打線がどう攻略していくか。西さん、このあたりいかにピッチャーを打ち崩していくかも注目ですよね。打線が機能すれば相手ピッチャーを攻略するだけの力を持ってますからね。そうですね、その打線は機能してくるんでしょうか。注目です。改めてお聞きします、バッターボックスの加藤、どういうバッターなんでしょうか？右打席でも左打席でも外野オーバーが狙えるスイッチヒッターですね。そうですか。次が3球目、アウトコース打ちました。セカンドが取る。アウト、ツーアウト。クリーンナップが登場します。バッター大島、昨日のゲームでは無安打に終わっています。ツーアウトランナーありません。アウトコース、ボール。次が2球目、真ん中へ。釣り玉でしたね。高めの釣り玉でしたが振りません。外れています。外、これは外れます。高めのボール、この当たりはどうか。ワンバウンド、ヒットになりました。ツーアウトランナー二塁。さあタイガース先制のピンチを迎えています。やはり先取点はやりたくないんで、ここは集中したいですよね。そうですよね。
さあそのマウンド上の岩貞、どういったピッチングを見せるのか。バッターボックスのビシエド、今シーズンの得点圏打率は2割7分7厘となっています。数字的にはちょっと物足りないですが、その分ホームラン打ってくれますからね。ここも思い切って狙っていってほしいですね。はい、期待しましょう。3球目は何で来るか。打ちました、取った、一塁へ、一塁アウト、スリーアウトです。先ほどのシーンリプレイでご覧いただいております。先制のチャンスがあったドラゴンズですが、そのチャンスを生かせませんでした。1回の裏、これからタイガースの攻撃が始まります。タイガースはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますドラゴンズはご覧のような守備陣です。ドラゴンズマウンドに上がるのは先発の高橋。さあタイガース打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。バッターは近本。昨日のゲームで見事なホームランを放ちました。ホームランが出たということは状態がいいんでしょうね。そうですね。さあここも期待がかかります。さあドラゴンズはルーキーが登板ということになります。さあそのルーキーをタイガース打線がどう打ち崩していくか非常に楽しみです。高めいっぱいに決まります。ここはストライクゾーン内のボールは積極的に打っていく。インサイド落ちました。この打球はファールグラウンドへ、わずかに左に切れました。ファールボール、打ちました。これはどうだ、セカンド取った、先制のランナーが出塁していきます。ノーアウトランナー一塁です。さあ先制のランナーが一塁です。バッターは中野。ここはバントでいいと思いますね。なるほど、そうですか。これが1球目。初球はボールから。空振りになります。赤星さん、ここは走ってこないんでしょうか。いやまだ分かりませんね。配球を読んでるのかもしれませんね。まああるいはエンドランのような策があるかもしれませんね。なるほど、そうですか。バントしました。サード取った、アウト、ワンアウト、送ってきました。ワンアウトランナー二塁となりました。打順は3番大山。タイガースきっちりランナーを進めています。さあタイガース先制のチャンスを迎えています。バッターの大山、今シーズン得点圏での打率は2割5分2厘となっています。まあクリーンナップなので数字的にはもう少し惜しいところですけど、その分一発があるバッターですからね。ここも思い切って大きいのを狙っていってほしいですよね。はい、期待しましょう。高め打ちました。これはどうか、繋がらなかったですね。まあただ次が彼なんでね、期待していいと思いますよ。はい、その期待のかかるサンズが打席に入っています。二塁牽制、二塁はセーフ。いいコースですが外れています。低め、これは外れた。
変化球を狙ってたんでしょうかね。ストライク。さあ追い込みました。引っ張った。どの上、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。さあご覧ください、先ほどのプレーになります。先制のチャンスがあったタイガースですが、そのチャンスを生かせませんでした。2回に入ります。ドラゴンズの攻撃、バッターは5番平田。今シーズンここまでホームランは4本。さてタイガースの先発は岩貞、今日が16試合目の登板です。前回の登板は7イニング投げて自責点に勝ち投手になっています。2球目は何で来るか。落ちる球を選択しましたが手を出しませんでした。切れていきます。ファウル。外れましたけどいいボールですよね。アウトロー際どいところ、わずかに外れました。アウトコース見送っています。3ボール2ストライク。まあフルカウントは案外ボール球も来ますから。外れました。先頭バッターを歩かせます。ノーアウトから先制のランナーを出していきます。コントロールに気をつけたいところだったんですが、ここはもったいない結果となってしまいました。中途半端なバッティングで併殺というのだけは避けたいですね。なるほど、そうですね。送ります。取りました。アウト。ワンアウトです。送ってきました。送りバント成功です。ワンアウトランナー二塁となりました。改めてお聞きしますが、バッターボックスの堂上、どういうバッティングをしてくるバッターなんでしょう。まあ、そうですね、状況によって変わりますが、もともとは一発を狙った思い切りのいいバッティングをしてくるバッターですね。ああ、なるほど。打ちました。このフライは切れそう。切れました。ファールボール。この球は見送ります。高めへのストライク。追い込みました。このストレートは入りません。これでフルカウント。打ちました。これはスタンドへ入りそうです。切りました。ファールボールです。フォアボールのランナーを出しました。まあここはね、割り切ってね、次のバッターで勝負ですよ。はい。ファウルになります。ここはバントを警戒する守備体制ですね。そのようです。これが3球目。外へ持っていきましたが入りません。
あっと入らない。次が5球目。打ちました。痛烈な打球。ボール。高めの変化球は見送ります。粘られてフルカウントになります。さあ7球目は何か。高めのボール、これはセカンドの右抜ける、ホームに送球。タイガース、さらにピンチになりました。ワンアウト満塁です。手元で変化したでしょうか。まずは空振りを取ります。ここは中間守備ですね、まあ、バックホームとセカンドゲッツー両方狙える守備体制ですね。あ、なるほど。インサイド打った、高いバウンド、ファーストが抑えた、一塁アウト。ドラゴンズ先制しました。1対0。タイガースなおも三塁二塁のピンチ。ここはアウトが増えたと思って切り替えていくのがいいでしょうね。さあこの場面で打席には1番の京田が入っています。バッターボックスの強打、今シーズンの得点圏打率は1割1分1厘となっています。まあ役回りというのもありますけど、ちょっと寂しい数字ですね。まあ肩の力抜いて力まずにいってほしいですね。ああ、そうですか。変化球にバットが空を切ります。振り遅れてますね。そうですね。5球目は何で来るか。打ちましたな。あっと取れない。サードランナーホームイン、そしてセカンドランナーも三塁回って、追加点が入りました。ドラゴンズ3対0。タイガースなおもピンチです。バッターボックスは2番加藤。タイガースこの回3点を失っています。さあ先制点を奪われて、なおも得点圏にランナーを背負った場面。これもアウトコース、ボールになります。牽制、二塁タッチもセーフ。変化球を狙ってたんでしょうね。そうですね。このストレートは外れています。これで3ボール。引っ張った、ランナー挟まれた、一塁送球、一塁アウト、3アウトです。しかしこの回ドラゴンズ先手を取りました。3対0、ドラゴンズ先制です。2回裏に入ります。追いかけるタイガースの攻撃、バッターは注目のルーキー佐藤。
今シーズンここまでホームランは15本。タイガースビハインドで迎える2回の攻撃です。大きく先制されてしまいましたけども、この回すぐに反撃したいですよね。さあまずは先頭バッターを出していきたい。これが2球目、打ちました。高いバウンド、ショート取った、アウト、ワンアウト。打席には6番バッターロハスジュニア。昨日のゲームではマルチアンダーを記録しています。まずはワンアウトを取っています。初球空振りです。インコース、これは外れます。変化球持ってきました。ワンボールツーストライク。内へ低めに変化しました。これはバット出ず三振です。ツーアウトになっています。バッターは7番に入っている糸原。ツーアウトランナーありません。初球打ち、さあどうだ。平田が掴んで3アウトです。反撃したいタイガースでしたが、ここは三者凡退に終わっています。2回終わって3対0、ドラゴンズがリードしています。3回の表、ドラゴンズ打順よくこの回はクリーンナップから始まります。バッターは大島。先ほどツーベースを打たれたバッターなんで、ええ、ここは長打にも気をつけたいですね。そうですね。タイガースビハインドで迎える3回です。ストライクになります。ワンボールツーストライクです。さあ勝負してくるのか。外、これは外れていきます。平行カウント、ボールになります。3ボール2ストライクです。高め打ちました。これはセンターに抜ける。これでマルチヒット。ノーアウトランナー1塁です。まずは見送り。この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。なるほど、そうですか。まあ向こうは併殺を狙ってると思いますから、術中にはまらないよう気をつけたいですね。なるほど。ランナースタート、キャッチャー送球して、この場面で盗塁を決められてしまいました。まあ走ってくるのは分かってたはずなんで、もう少し工夫してもらいたかったですね。この盗塁は大きいですよ。チャンスになりましたね。打ちました、入れました。ファウル、抜けていれば貴重な追加点というところでした。これは変化球、ここもファールです。もう一球牽制球、二塁セーフ。
落としてきましたが、これは外れます。フルカウントになります。まあ、フルカウントは案外ボール球を決め打ちました。糸原アウト、ワンアウトです。さあ、そして打席には平田が入っています。さあ、アウトカウントが一つ増えましたが、ピンチは続きます。初球から積極的に振ってきました。バッターの平田、今シーズン得点圏での打率は2割9分となっています。ここは前進守備ですね。まあ、やはり1点もやらないぞという守備体制ですね。そのようですね。打ちました。取った。一塁送球。ツーアウトになりました。さあ、そしてバッターボックスには石垣が入ります。さあ、ツーアウトにはなりましたが、得点圏にはランナーが残っています。最初は変化球できました。ボールになります。変化球にバットが空を切ります。変化球を狙ってたんでしょうかね。打ちました。この当たりはどうか。ロハスジュニアが抑えて3アウトチェンジです。ドラゴンズサードランナー残塁に終わりました。3対0、ドラゴンズがリードしています。赤星さん、今日のボールなんですが、相当切れてるんじゃないですかね。そうなんですよね。バッターからするとまっすぐを待って打ちに行っていると思うんですが、でも分かってても空振りをするということは、スピードよりもかなり速く感じてると思うんですよ。なるほど、本当にいいボール行っているようです。打ちました。これはファウルになりそうです。切れていきます。ファウル。低めの変化球は決まりません。アウトコース外れました。これもファウル。変化球空振り、ワンアウトです。次はピッチャーの打順ですが、先発の岩貞がバッターボックスに入ります。塁に出てやろうという気持ちで打席に立ってほしいですね。そうですね。最初は変化球できました。ストライクです。ボールになります。低めはボール。空振りになります。2ボール2ストライクです。これが5球目。アウトコースは外れます。
3ボール2ストライクとフルカウントとなりました。さあこれで決まるのか。見逃し三振、ツーアウトになりました。打順はトップに帰って近本。先ほどの内野安打はしぶとかったですよね。バッターの足が速いと守ってる野手にもプレッシャーがかかりますから、それがミスを誘ったりするんですよね。本当にそうですね。ツーアウトランナーありません。ここは狙っているボールが来たらフルスイングでしょうね。なるほど、そうですか。インコース決まりました。ワンボールツーストライク。バットに当たりません。三振、スリーアウト、チェンジ。ご覧いただきましょう。最後は空振り三振に倒れてしまいました。反撃したいタイガースでしたが、ここは三者凡退に終わっています。3回終わって3対0、ドラゴンズがリードしています。4回の表7番から始まるドラゴンズの攻撃。どの上がバッターボックスに入ります。前の打席ではフォアボールを選んでいます。タイガースビハインドで迎える4回です。さあ2球目は何か。低め、これは外れます。ボール先行です。外、低めのボール。ツーボールツーストライクです。これは低いところに持ってきました。スリーボールツーストライク、フルカウントになっています。打ちました。ぐんぐん打球が伸びている。伸びて、打席には8番バッター大野。先ほどの打席はライトへヒットを放っています。岩貞、まずは先頭バッターを打ち取っています。インコース打ちました。いい当たり、切れました。ファールボール、ノーボールワンストライクです。インサイド打ち上げました。弾き返した打球はセンターへ。ピッチャーに打順が回って、先発の高橋がバッターボックスです。ピッチャーの打席ですから、しっかりアウトを稼ぎたいですよね。そうですね。次が2球目。2球目打ちました。この打球はフライになっています。セカンドが構えます。糸原が抑えて3アウトチェンジです。この回ドラゴンズ3人で攻撃を終えています。3対0、ドラゴンズがリードしています。タイガース4回裏の攻撃になります。バッターボックス中野。タイガースビハインドで迎える4回の攻撃です。さあ赤星さん、まずは出塁してチャンスのきっかけを作りたい、そんな場面ですね。そうですね。まあこの辺りから詰めていかないと、だんだん後がなくなってきますからね。そうですね。ボールになります。ボール先行です。外れてボール、ストライクが入りません。空振り、3ボール1ストライクです。
いいストレートですよね。はい、ストレート空振りでストライク、フルカウントになっています。6球目は何で来るか。打ちました。詰まりながらもセンターへ。しかしこれはスタンドには届かないか。大島抑えてワンアウト。打席には3番バッター大山。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。まずはワンアウトを取っています。低めボール、ボール先行です。低めの変化球は外れました。ストライクが入りません。さあ4球目は何か。ストレートのフォアボールになりました。ワンアウトからランナー出ます。このランナーを返したい。そうですね、ボールがよく見えてるんでしょうね。フォアボールで一塁に歩きます。打ちました。ショート前に来る。二塁送球、二塁アウト。一塁転送はアウト。ダブルプレー。なんとか得点まで行きたかったんですが、最後はダブルプレーに仕留められました。併殺は避けなくてはいけなかったですよね。ランナー出ましたがタイガース得点はありませんでした。4回終了3対0、ドラゴンズがリードしています。5回の表、ドラゴンズ打順よく1番から始まります。バッターは強打。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや、勝負強かったですよね。はい、ここは気持ちも乗ってると思いますね。そうですね。タイガースビハインドで迎える5回です。落ちる球を持ってきました。ボール先行です。いいストレートですよね。インローを指にかかったストレートで空振り。この球は外れています。ストレートですよね。はい、ストレート空振りでストライク、フルカウントです。見逃して三振です。まず一つアウトを取りました。打順は2番加藤。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。岩貞、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。チェンジアップ外れました。ボール先行です。低めストレート、ストライク。アウトコース打ちました。一塁そのまま入ってアウト。バッターボックスには3番大島。今日はここまでマルチ安打を記録しています。もう打たせてはいけませんよね。これ以上バットを乗せるわけにはいきませんからね。もう投げるところがないといった感じでしょうね。2アウトランナーありません。
インコース落としました。ボール先行です。引っ張った、取りました。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。この回ドラゴンズ三者凡退です。3-0、ドラゴンズがリードしています。西さん、チームとしてはピッチャーに0点に抑えられているわけですが、バッターとして何か対策が必要だと思うんですが、いかがですか？まあ、これまでの打席を踏まえてね、いろいろと考え方を整理しなきゃいけないですね。なるほどね、修正整理できるんでしょうか。打球は切れてスタンドへ入りそうだ。ノーボールツーストライクです。高め見送っています。ボールになります。低め外れました。3ボール2ストライク。三振になります。ワンアウトです。バッターは6番ロハスジュニア。先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。前の打席見逃しての三振は良くないですよね。はい、今度は思い切っていってほしいですよね。そうですよね。高橋、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。2球目は何で来るか。よく見極めましたね。はい、ストレートわずかに外れてボール。速いボール膝元決まってストライク。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。さあ勝負してくるのか。低め見送っています。この低いボールは外れます。3ボール2ストライクです。変化球空振り、2アウトになっています。打順は7番糸原。先ほどの打席はライトフライに倒れています。2アウトランナーありません。初球空振りです。アウトコース外れます。さあ3球目は何か。低めに外れてボール。次が4球目、外れました。ボールです。打ちました。セカンド取る。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。反撃したいタイガースでしたが、ここは三者凡退に終わっています。5回終わって3-0、ドラゴンズがリードしています。それではここまでのハイライトをご覧いただきましょう。まずは1回の表、このピンチの場面、ここは内野ゴロに打ち取ります。先制を許しません。その裏、チャンスの場面、しかし内野ゴロに打ち取られます。先制のチャンスを逃します。
2回の表ツーアウト二塁三塁で1番京田、追い込まれてからのタイムリー、タイガース2点を追加されます。3回の裏連続三振、三振に倒れます。甲子園球場からお送りしていますゲームは6回の表に入ります。ドラゴンズの攻撃、バッターボックスには4番ビシエド、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。タイガースビハインドで迎える6回です。これが2球目、バットは動きません。よく見ています。変化球タイミング合いません。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。引っ張った、サードが取る、一塁送球します。アウト、ワンアウト。バッターボックス平田、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。岩貞、まずは先頭バッターを打ち取っています。ピッチャーちょっとスタミナがどうでしょうか、なくなってきたようです。いや、たまにね、力がなくなってきましたね。はい、さあ甘い球は逃さず打っていきたい。まあ、ここは狙いを決めてそれだけを打っていく感じですね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。次が3球目、高めちょっと外れたか。4球目は何で来るか。打った、これはどうか、レフト線フェアです。1塁蹴って2塁に向かう、バッターランナーは2塁到達。平田、これが自身本日の初ヒットになります。ワンアウトランナー二塁となりました。これが初球、初球変化球がいいところに決まりました。落ちる球を見極めました。見ました、ボールです。低めストライクになります。2ストライクと追い込んでいます。入れました、ファウル。抜けていれば貴重な追加点というところでした。空振り三振、ここは投げ勝ちました。踏ん張っています。ツーアウトランナー二塁です。タイガース、ここでピッチャーが変わります。タイガースベンチとしてもできればこの回までということはあったんでしょうけれども、岩貞ここで降板です。こういった形で攻撃の流れを切っていきたいですよね。さあこの場面でバッターボックスには7番の堂上が入っています。さてバッターの堂上、どういったタイプのバッターでしょうか。まあ、逆方向のライン際を痛烈に破るような長打が打てるバッターですね。ああそうですか。3球目は何で来るか。ワンボールツーストライクです。
このフライは切れそう。切りました。ファールボールです。インサイド落ちました。高く上がりました。掴んで3アウト。ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。3対0ドラゴンズがリードしています。配球表をご覧いただいています。今日はストレートの割合が多くなっています。6回の裏、追いかけるタイガースの攻撃。打順は8番坂本。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。先ほどはバッテリーにしてやられた感じでしたよね。ここは狙い球を絞っていった方がいいかもしれませんね。そうですね。タイガースビハインドで迎える6回の攻撃です。この球は外れています。これが3球目。これは低いところに持ってきました。ちょっと合わないようです。ツーボールツーストライクと追い込んでいます。さあ5球目は何か。打ちました。高いバウンド、ファーストゴロ。一塁そのまま入ってアウト。バッターボックスには代打の糸井。サニーさん、まずは出塁してチャンスのきっかけを作りたい、そんな場面ですね。なんとかね、同点に持ち込みたいですよね。そうですね、この起用に応えたい。初球ボール、打ちました。高い打球左中間へ。ここは打ち上げています。レフトが取りました。2アウトです。打順は1番に返ります。バッター近本。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はタイミングが取れてない。初球打ち詰まりながらも右中間へ。ここはフライになっています。最後はライトフライ、掴んで3アウトです。反撃したいタイガースでしたが、ここは三者凡退に終わっています。6回終わって3対0ドラゴンズがリードしています。これから7回ドラゴンズの攻撃です。そしてタイガースはピッチャーが変わります。石井がマウンド上に上がっています。きっちりと抑えていきたい場面での投入です。さあマウンドを任されたのは石井。初球ボール、改めてお聞きします。この大野、バッターとしてはどういう特徴がありますか？まあ、狙ったところにきっちり転がせるバントのうまいバッターですね。なるほど、そうですか。内へ持ってきましたが外れました。中への変化球外れました。これはデッドボールということになります。さあ点差を離されたくない場面ですが、ノーアウトで追加点のランナーを背負います。そして打席にはピッチャーという場面です。バントしました。打ち上げてしまいました。送りバント失敗。打順はトップに帰って強打。先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。まあ、さっきは振っていっての三振ならまだ良かったんですけどね。はい、ここは思い切っていってほしいですね。そうですね。遅れなかったことがどう響いてくるか。ここは併殺だけは避けたいですね。なるほど、そうですね。
内へ曲げてきました。まあインコースのボールに差し込まれないように気をつけたいですね。はい。この球は外れています。引っ張ったファーストゴロ、二塁を送ります。セカンドフォースアウト。バッターボックスには2番加藤。今日はまだ当たりがありません。ゲッツー崩れでランナー残り、ファーストランナースタート、セーフ、盗塁成功。ここで盗塁を許してしまいました。まあ走ってくるの分かってたはずなんで、もう少し工夫してもらいたかったですね。これで1本出ればランナーが帰ってきますね。やはり足があるっていうのは大きな武器になりますね。そうですね。さあ3球目は何か。アウトコースストライク、ワンボールツーストライクです。アンパイアの手が上がってもおかしくないボールですね。アウトコースストレート、際どいところを見極めました。外、これは際どいが外れている。これでフルカウント。抜けた、セカンドランナー帰れば追加点。ライト前ヒット、加藤、今日の初ヒットがここで出ました。まずはボールから入りました。さあ2球目は何か。外2球続きました。見送っています。ボール、ストレートを狙ってたんでしょうかね。あ、そうですね。高めに来た変化球ですが空振りです。さあ2ストライク、追い込みました。インサイド打った、サードが抑えた、一塁アウトで3アウト。ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。3対0、ドラゴンズがリードしています。さあそしてここからはラッキーセブン、タイガースの攻撃に入ります。厳しいコースにまず投げ込んでいきました。154キロがいきなり出ました。ボールになります。ボール先行です。ここは高めのボール誘ってきましたが手を出しません。ストライクが入りません。打ちました、セカンド取った、アウト、ワンアウトです。3番バッター大山、前の打席ではフォアボールを選んでいます。まずはワンアウトを取っています。空振りです。156キロがいきなり出ました。2球目打ちました、取りました、アウト、2アウト。4番バッターサンズ、先ほどの打席はショートゴロ、併殺打となってしまいました。2アウト、ランナーありません。
次が2球目。インサイド落ちました。ファウルゾーン切れそうです。ファウルになります。ちょっと振り遅れてましたよね。変化球を待っていたのかもしれませんね。打ちました。この打球はフライになっています。取ってスリーアウトです。反撃したいタイガースでしたが、ここは三者凡退に終わっています。7回終わって3対0ドラゴンズがリードしています。8回まで来ました。ドラゴンズの攻撃、バッターボックスは4番ビシエド。今日はまだ当たりがありません。タイガースビハインドで迎える8回です。低めの球ストライク、148キロ。真ん中へ入れてきました。追い込んでいます。ワンボールツーストライク。低めの際どいところですが外れています。ファウルになります。内への変化球は決まりません。スリーボールツーストライクとフルカウントとなりました。打ちました。ライトに上がった。ここは打ち上げています。ライト掴んでワンアウト。バッターは5番平田。先ほどの打席でレフトへのツーベースヒットを放っています。石井、まずは先頭バッターを打ち取っています。ここはフライになっています。掴んでツーアウトです。打席には6番バッター石垣。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はちょっとタイミングが合ってなかったですよ。初球打ち、このフライはどうだ、落ちるか。ヒットになった。石垣、これが今日の初ヒット。ツーアウトランナー一塁。さあ初球は何か、ちょっとすっぽ抜けた感じです。引っ張った、サード取った、アウト。いいプレーが出ました。ファインプレー。さあこれが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。3対0ドラゴンズがリードしています。8回の裏、追いかけるタイガースの攻撃、打席には5番バッター佐藤。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。先ほどはバッテリーにしてやられた感じでしたよね。ここは狙い球を絞っていった方がいいかもしれませんね。そうですね。タイガースビハインドで迎える8回の攻撃です。赤星さん、チャンスを作るにはとにかく塁に出なければいけません。そうですね、とにかくこの回に1点は取っておかないといけないと思いますね。なるほど。さあどういった形で攻めていけるか。ストライクです。ワンボールツーストライクです。この球は外れています。次が5球目。いや、ギリギリですよね。よく見ましたね。アウトコースストレート、際どいところを見極めました。スリーボールツーストライク、フルカウントになっています。これが6球目。高めのボール、これはどうだ、破りました。センター前、佐藤
ヒットが出ました。ノーアウトランナー一塁です。初球は何で来るか。初球は際どいところに来ました。ストライクです。ここはゴロを打たせるようなボールには気をつけたいですよね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。引っ張った。ボテボテ。ファーストが前に出る。一塁はセーフ。ゲッツーは取れません。さあ一塁ランナーを返したいこの場面、バッターボックスには糸原。エンドランで攻めてみてもいいんじゃないですかね。ええ、さあ仕掛けてくるでしょうか。初球はボールになりました。154キロがいきなり出ました。一塁牽制。一塁はセーフ。外れてボール。ボール先行です。自由自在のピッチングを見せます。一塁牽制。セーフ。しつこく牽制を入れます。一塁はセーフ。打ちました。詰まりながらも左中間へ。この打球はフライになっています。加藤が掴んでツーアウト。バッターボックスは8番坂本。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ツーアウトになっています。スライダー外れます。一塁牽制。セーフ。低め外れました。引っ張った。サード取った。一塁へ送ります。一塁アウト。スリーアウトです。ランナー出ましたがタイガース得点には至りませんでした。8回終わって3対0ドラゴンズがリードしています。これから9回ドラゴンズの攻撃です。一方タイガースはピッチャーが変わります。ハマチが4番手としてコールされています。きっちりと抑えていきたい場面での投入です。まず何を投げてくるか。ライト方向を流しました。ライトへ打球伸びる。次はピッチャーの打順ですが、先発の高橋が打席に入ります。まだ失点してないですし、完封を狙うのかもしれませんね。そうですね。微妙なところを攻めてきます。ストライクです。ボールになります。次が3球目。打ちました。これはスタンドへ入りそうです。切れました。ファールボール。あっとデッドボールだ。当たってしまいました。完全にすっぽ抜けです。初球は何から入ってくるか。内から入りました。この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。そうですね。さあ何を狙っていくか。
中途半端なバッティングで併殺というのだけは避けたいですね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。まあ、ここはストライクゾーンのボールを積極打ちました。糸原二塁アウト、一塁転送はアウト、ダブルプレー。先ほどのプレーです。これ以上点差を広げたくない場面で見事ダブルプレーに仕留めました。ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。3対0ドラゴンズがリードしています。9回の裏タイガース代打が告げられました。バッターボックスには代打の北条。サニーさん、まずは出塁してチャンスのきっかけを作りたい、そんな場面ですね。なんとかね、同点に持ち込みたいですよね。そうですね、この起用に応えたい。最初は変化球持ってきました。ストライクです。この球は外れています。よく見ましたね。インローのストレート、いいボールでしたが外れています。低め見送りました。ストライクです。2ストライク2ボールと追い込んでいます。打ちました。この打球はファールグラウンドへ切れていきます。ファウル。打ちました。この打球は落ちるか、どうだ。ワンバウンドヒットになりました。これで6試合連続安打、ノーアウトランナー1塁です。打順は1番に帰ります。バッター近本、先ほどの打席はライトフライに倒れています。ヒットでランナーを1塁に置いています。ここは中途半端なバッティングでゲッツーなんてことにならないようにしたいですよね。なるほど、そうですね。速いボール膝元決まってストライク、ワンボールツーストライクです。ここは臭いところも打っていかないといけませんね。引っ張った、さあどうだ。この打球は落ちそうだ。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。バッターは2番中野。連打でチャンスを広げた場面となっています。いい形でチャンスを作ったんで絶対ものにしたいですよね。さあタイガース点差を縮めていこうかというところ。さあまず1球目、まずは見送ります。ワンボール。高めにバットが出ました。152キロ。3球目は何で来るか。真ん中ですがタイミングが合わなかったでしょうか。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあどのように料理していくか。ファウルです。ストレートにはタイミング合ってる感じですよね。外の球打った、セカンドの右、そのまま入って一塁アウト。ランナーは変わらず三塁二塁です。まずは見送ります。ワンボール。
ここは犠牲フライではちょっと寂しい気がする。ライトに持っていった、これは大きい、入れば同点、入りました、ホームラン、大山今シーズン第25号の同点スリーランホームラン。これでホームランダービートップとの差は1本。クリーンナップから飛び出した一発になりました。土壇場で試合は振り出し、一気にサヨナラとなるんでしょうか。ドラゴンズ、ここでピッチャーが変わります。4番を迎える場面でコールされたのは又吉。さあマウンドに上がったのは又吉。今シーズン27試合目の登板です。昨日今日と連投ということになりました。初球ボール、真ん中決まった。誘ってきたんでしょうけど見極めましたね。はい、高めストレート外れてボール。低めの球、ツーボールツーストライクです。見送っています。フルカウントです。変化球空振り、ツーアウトになりました。打順は5番佐藤。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ツーアウトランナーありません。初球ボール、スライダー決まっています。釣り玉でしたね。高めの釣り玉でしたが振りません、外れています。ライトフライ抑えてスリーアウト。しかしこの回タイガース貴重な得点が入りました。9回終わって3対3、タイガース同点に追いつきました。しびれる場面での登板となりました。タイガースの守護神スアレス、きっちりここはゼロで抑えなくてはなりません。さあマウンドを任されたのはスアレス。今シーズンは23セーブを挙げています。昨日に続いてマウンドに上がります。初球ボール、2球目は何で来るか。今のは危ないボールでしたよね。外のボール、まっすぐでストライクを取りました。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあ勝負してくるのか。バットに当たりません、三振、ワンアウトです。インサイド落ちました、これはどうか、取った、ツーアウトになりました。バッターボックスビシエド、今日はまだ当たりがありません。ツーアウトランナーありません。初球ボール、
変化球が低めに外れます。ボール先行です。これが3球目。低めの際どいところですが外れています。ストライクが入りません。引っ張った。高いバウンド、サードゴロ、一塁へ。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。この回ドラゴンズ3人で攻撃を終えています。3対3同点です。延長戦は10回の裏に入ります。タイガースの攻撃、打順は6番ロハスジュニア。今日はまだ当たりがありません。タイガース同点でこの回を迎えています。赤星さん、この場面はどうしても出塁しなければなりませんね。そうですね、まあこういう時ほど落ち着いてボールをよく見ていきたいですよね。なるほど。さあ集中して、インサイド打った、ボテボテのセカンドゴロ、一塁アウト。バッターボックスには7番糸原。今日はまだ当たりがありません。まずはワンアウトを取っています。初球ボール、打った、難しいバウンドをさばいて一塁アウト。8番バッター坂本、今日はまだ当たりがありません。ツーアウトランナーありません。この回のタイガース打線ですが、初球打ちボテボテ、掴んだ、そのまま一塁に入ってスリーアウト。この回タイガース三者凡退です。10回終わって3対3同点です。これから11回ドラゴンズの攻撃です。そしてタイガースはピッチャーが変わります。背番号13岩崎が6番手としてマウンドに上がります。緊迫感のある中での登板となりました。これが1球目。いっぱいに緩いボールを入れてきます。ストライクです。まあ、ここは際どいコースも含めて狙っていく感じになりますね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。打ちました、痛烈、打球は切れてスタンドへ入りそうだ。さあ3球目は何か。またファウル、低め見送っています。釣り玉でしたけど見極められましたね。はい、高めストレート外れてボール。さあ仕留められるか。ボールになります。スリーボールツーストライク。ライト方向を流しました。一二塁間を破る。これでマルチヒット、ノーアウトランナー一塁です。ここはうまく流されてしまいました。さあここでドラゴンズダイソーを送ります。ファーストランナーは高松、長打でランナーが帰れば勝ち越しです。まあ、向こうは併殺を狙ってると思いますから、術中にはまらないよう気をつけたいですね。なるほど、そうですね。これが初球、走ってきた、キャッチャー送球して二塁タッチアウト、盗塁失敗。俊足のランナーでしたが素晴らしい送球が来ました。際どいコース外れました。アウトロー外れます。
あーよく見ましたね。はい、ストレートわずかに外れてボール。5球目は何で来るか。打ちました。これはファーストライナー。7番バッター堂上、先ほどの打席はサードゴロに倒れています。2アウトになっています。初球ボール。高めに決まりました。緩いボールを持ってきました。打ちました。伸びていく。どうだ。入れば勝ち越し。入った。ホームラン。勝ち越しのホームランです。ドラゴンズ、タイガース、この終盤リードを奪われる痛い一発となりました。タイガース勝ち越しを許します。4対3。アウトコースの厳しいボールでしたけどね、見事に捉えましたね。はい、バッターボックスは8番大野。タイガース継投策が裏目に出たか、この回勝ち越しを許しています。西さん、先ほどはいい形で得点が入りましたね。まあ、なんとかしてやるぞという気持ちが伝わりますよね。そうですね、この勢いをこのまま続けることができるか。アウトロー見送ってボール。ボール先行です。これが4球目。打ちました。打球はセンターへ。最後はセンターフライ、掴んで3アウトです。しかしこの回ドラゴンズ貴重な得点が入りました。4対3、ドラゴンズが1点リードとなりました。11回の裏、タイガースの攻撃です。そしてドラゴンズがマウンドに送るのはもちろんこの人です。さあ、このピッチャーを打ち崩せるか。さあ、初球は何か。打ちました。ファーストが取る。一塁そのまま入ってアウト。打順はトップに帰って近本。先ほどの打席でライトへのツーベースヒットを放っています。ワンアウトランナーなし。初球打ち、ここは打ち上げています。取ってツーアウトです。打席には2番バッター中野。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ツーアウトになっています。点差はわずかに1点。この打席からチャンスが生まれるかもしれません。まあ1点差は十分に可能性がありますから、ここは最後まで粘らないといけませんよね。はい、さあ何とかしたい。見逃して三振になります。試合終了。タイガース痛い敗戦となってしまいました。西さん、結局最後まで投打が噛み合わないままゲームセットになってしまいましたね。まあ流れとしてはね、悪くないんですけどもね、もうちょっと打線がね頑張ってほしいなと思いますけどもね。明日以降ぜひそのあたり期待したいところです。勝ったドラゴンズ、接戦をものにしました。一方のタイガースですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはタイガース敗れてしまいました。今日の解説は西俊久さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで甲子園球場から失礼いたします。